こんにちは。今日はタイトルの通りお知らせとプレゼント企画の動画です。もう早速なんですけどね、まずお知らせというのが、去年4月にハッピーニッティングママのかぎ針編みレッスンっていう書籍を出版したんですけど、この度ね、なんとこの本の韓国版が発売されることになりました。ね、実はこの後ろ側にあるんですけど、こういう感じで韓国版なのでハングルでね、こういう風に書かれていて、大きさはね、本当に若干小さくなってますね。後ろはこういう感じで、中身もちょっと見てみますね。まず通常の日本語版の方が、これなら大丈夫かな、こういう感じのデザインに編集されていて、で韓国版を見てみるとちょっと違うんですね。編集者の方が違うので、こうね、個性があるなと思って見たんですけど、例えばこことここだと結構雰囲気違いますよね。内側もこういう感じです。で、まあ、例えば一番最初のこの初心者の方向けの長編みの丸いモチーフと、ちょっとね、編み図のところは権利の都合上お見せできないんですけど、この辺を見てみると韓国版がこういう感じになっていて、ちょっとね、上のところを見てみるとこういうね、細かいデザインがちょっと違うんですよね。上はカエルさんがいてレッツトライって言ってるんですけど、こっちはね、韓国版はこの真ん中ら辺にかぎ針を担いだマッシュくんがいる、こんな感じになってます。で、日本語版の糸紹介のページが28ページにあるんですけど、これがどうなってるかっていうと、韓国版だとこんな風になってますね。ちょっとね、韓国は行ったこともなくてハングルも読めないので、数字しか理解できないんですけど、まあ、波太とかね、素材とか推奨されているかぎ針の号数とかが書いてるんでしょうね。同じ内容で同じ写真を使ってても編集者さんが違うだけで結構印象が違うんだなっていうのがね、見ていて面白かったです。で、ね、今回こうやってお知らせしたものの、この本を購入できるのが韓国の書店のみで、日本の書店には置いてないみたいなんですね。なので私も基本的に多分韓国に行かないと購入できないっぽいんですけど、今手元に韓国版が2冊あるので、1冊はまあ自分用に置いておくということ で、もう1冊を視聴者の方へのプレゼントにしたいなと思っています。でね、当選者1名っていうのはね、ちょっと寂しいので、この通常の日本語版のもの、これを4冊追加して抽選で合計5名様にプレゼントしたいと思います。で、応募の方法なんですけど、この動画の概要欄に専用フォームが貼ってありますので、そちらに必要事項をご記入の上ご応募ください。で、韓国版と日本語版のどちらがご希望かっていうのをね、選んでチェックできるようにしてありますので、希望される方をクリックしてください。で、締め切りが来週4月27日のお昼の12時までということにしようと思うんですね。なので27日のお昼にはもうエントリーされる方が確定するので、午後にはこちらで抽選をして、でその動画ができ次第当選者発表の動画を公開します。で、ね、4月の終わり頃もね、結構バタバタしているので、もしかしたら当選者発表がゴールデンウィーク明けになってしまうかもしれないので、それだけご了承ください。できるだけね、ゴールデンウィーク前に公開できるようには頑張りたいなとは思ってます。ということで、今日は書籍の韓国版の出版のご報告とプレゼント企画のお知らせでした。次回は久しぶりにダイソーさんの購入品の紹介をする予定なので、ぜひまたね、次回の動画もご覧ください。今日は以上です。ありがとうございました。